こんにちは、ダイノベーションの森です。伊藤です。いやーすごいですね。何ですかそんなに興奮してあなたもうそれはポケモン化石博物館ですよ。もうポケモン好きで古生物好きなファンにはもうたまらんですよ。これはいや本当だからポケモン小学生の頃にやってたくらいだけど、まあでもこの企画がすごいのはわかる。私あれが、ね、保育園の卒園文集の将来の夢のところにポケモンが上手なパン屋さんって書いてたから、うん、かわいい古生物学者とかじゃないんだよ。そうそう、古生物学者とかじゃない、まあ、とにかくね、だからすごいニュースにもなってたので、まあ、企画展の詳細は、まあ、割愛しますが概要欄にリンク貼っておくのでぜひチェックしてみてください。多分この動画をクリックしてくれた方はすでに化石ポケモンについて知ってるかもしれないけど、まあ、一応おさらいしとくね。そもそも私がそんなに知らないからおさらいしてくれるの助かる。まず初代ポケモンの赤緑バージョンから始まって、うん、今日まで実に8世代にわたるシリーズを展開してきたんですね。急に早口になるじゃん現時点で25種類の化石ポケモンがいるんですけど、今ポケモンって全部で898種類いるらしいから、まあほんの一部なんだけどね。今そんなにいっぱいいるんだ。で、あの公式ポスターにもあったように、うん、化石といってもいろんな種類の古生物がモチーフになってるんだけど、今のところいるのが恐竜、翼竜、首長竜、ウミガメ、魚、カブトガニ、アンモナイト、ウミユリ、そしてアノマロカリスというラインナップなんですけど、本当ウミユリとか の, その無脊椎動物たちもちゃんといるのがいいですね。なかなかいいよね、うん、あとは実は化石以外でも野生で出てくる古生物モチーフのポケモンも結構いて、あれでしょ、なんかマンモスみたいなのいたと思うよ。あ、そう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 。あとはあの古生代の巨大なトンボみたいなのとか、うん、あと絶滅した両生類みたいなやつもいるね。あ、なるほどなるほど。あとはジーランスとか名前からもうシーラカンスでしょあ、じゃあもうどうもりとかでも本当化石コンテンツがなかなか充実してるけど、まあ、そもそもそのゲームに古生物を取り入れたポケモンっていうのが、まあ、すごいってことだよねこれ多分ね。でね、個人的にすごいなと思うのは、このただ化石ポケモンが登場するだけじゃなくて、うん、ストーリーの端々にも古生物学愛が垣間見れるとこなんだよね。あ、化石ポケモンがただいるだけじゃないってこと？そう、ポケモンって不思議な不思議な生き物ってやつだからみんなは生物学的考察をね、あのよくされてると思うので、そうですね、私はあえてこう地質学的な要素に触れたいと思います。あえてね、はい。例えば今回の企画展の目玉っぽいポケモン、うん、この第4世代の XY で登場したガチゴラスは、うん、図鑑の説明を見ると約1億年前のポケモンって書いてあるんだよね。あー、なるほど。あ、じゃあポケモンの世界にもちゃんとその億単位の時間軸があるってことね。そうなんよ。まあその他のポケモンも結構1億年前にいたって書いてあるんだけど、だいたい1億年前って言ったら白亜紀だもんね。そうなんだよ。このガチゴラスとかはその白亜紀にいたティラノサウルスがモデルになってるから、大まかな時代的には整合性が取れてるよね。なるほどね。あとは生きたシーラカンスをモデルにしたそのジーランスも1億年前から生きてるっていう図鑑説明があったわ。シーラカンスってあれだよね、あの白亜紀に絶滅したって思われてたけど現代で見つかったみたいなやつよね。そうそうそう、あの、まあ、シーラカンスについては別の動画でも、ね、触れてるのでよかったら見てみてくださいじゃあ本当1億年前っていう時間がポケモン図鑑の説明で一番古い記録なのかな。いや、これ実は映画にもなってたゲノセクトってポケモンがいるんだけどロボットだかエヴァだか知らんか、なんかまあそういう感じだね。かこれが設定によると、うん、3億年前の虫ポケモンの化石を悪の組織が改造して復元したポケモンらしいんだよね。これ虫ポケモンなのね。なんかそう、ね、ロボットじゃないのねいやちゃんと虫のね特徴あるあるけどね。ああ、まあ確かに。でまあその3億年前っていうと石炭紀くらい。そうなんですよ。
石炭期ってもう虫が支配していたと言っても過言ではない時代なのよ。あー、だから虫ポケモンなのか。まあなのかなと。まああとはさっきの1億年前の白亜紀は中生代ってくくりに入るんだけど、うん、この石炭期は古生代っていうくくりに入るんだよね。そうですね。このゲノセクト古生代ポケモンっていう分類らしいのよ。マジ？そのつまりピカチュウがネズミポケモンっていうノリで古生代ポケモンっていう種類、そうそうそう、分類。そうなの。すごくない？これ古生代への愛じゃない？愛しか感じない。あとはポケモンに出てくる地形って、うん、まあ、実在する国や場所をモデルにしてるって言われてるんだけど、うん、ポケモン第7世代のサンムーンはハワイがモデルらしいのよね。このシリーズ自体結構、まあ、過去作と比べるとちょっと異質な感じなんだけど、まあ、でも実はそれまでコンスタントに出ていた新しい化石ポケモンがこの地方にはいないんだよね。あ、そうなの。うん、ハワイって火山でできた島じゃないですか。あ、そういうこと。だからつまりその生き物の化石ってその泥とか砂とかに埋もれてできるから、まあ、堆積岩の中から出てるけど、なんかマグマが冷えて固まっただけの火成岩からは出ないもんね。で、実際ハワイから化石が出ないから、ポケモン界でのサンムーンでは新しい化石ポケモンは出てないってことなのかな。これすごいね。多分ね。いや、もうそれが理由だとしたら、もう古生物学、うん、地質学にもすごくリスペクトを感じる。でも愛だね、本当に。でも実は店で化石買って復元できるんですけど、うん、そう、ちょっと待って、輸入してるね。輸入してるでしょ。これおそらくあの一種地方と新大地方産の化石を輸入販売してますね。うん、なんか現実の古生物界だと、もう本当それこそ研究とかする前に化石掘られて勝手に販売されちゃうなんてことはね、世界中ざらにあるから、うん、それを皮肉ってる感じですかね。かもね。いや、古生物のね、闇まで触れてるポケモンすごい。うん、すごいな。そういえば、まあ、その噂でこう耳にしたんですけど、はい、そのほとんどの化石ポケモンは基本なんか岩タイプが付加されてるけど、これは実はその復元マシンの副作用によるものなのかもみたいなのって本当なんですかね。うん、まあらしいけど、うん、ね、どうなんだろうね。そのポケモンが生前から岩タイプなのかどうかわからないって話でしょ。なんかこのちょっと専門的な話になるけど、その生き物の本体の化石って、その生き物の一部が鉱物によって置き換わるから石みたいな成分になって保存されるみたいな感じのがこう定説じゃないですか。うん、で、まあ、実際にその周りの岩と成分とか密度がほぼ変わらないみたいな。そうだね。あ、多分恐竜モチーフのポケモンと、そのかリリーラとかオムナイトの化石はほとんどその効果作用でできたものだろうから、その復元において石の成分が取り、この全て取り除けなくても不思議じゃないと思うんだよね。だからこう、ね、石としてのこう性質が復元後も残ってるっていう説、すごくありだと思うんですよ、トフォノミー的にも。あ、まあ、なるほどね。うん、でも一つその謎なのは、そのプテラが琥珀に保存されていた遺伝子によって復元されたその、まあ、生物なんだけど、まあ、岩飛行であることくらいかな。なんかその琥珀って厳密に言うと石とかその鉱物としてカウントされないから、プテラはもともと生前から岩タイプなのかなとかちょっと思ったよね。まあ、一応その設定上化石ポケモンの復元は完全なものではないらしいから、まあ、なんか事情があるんだよ、きっと。あ、なるほどね。そうなのか。だから科学が完全ではないっていうのをこう取り入れてるところがまた深いですね、ポケモン。そうだね、完全ではないからね。まあ、そしてね、極めつけはポケモン第3世代ルビーサファイアのこの人物です。誰？これはルビーサファイアの地方のポケモンリーグチャンピオンのダイゴって言うんだけど、おうおう、まあ、彼は珍しい石が好き で、はい、で人々からはポケモンの強い石マニアとして有名なのね。あ、なるほどね。なんかチャンピオンっていうよりかはその、まあ、石マニアとして知られている人なのね。
そうそう。で、その第5の、まあ、手持ちポケモンはもちろん化石ポケモンが入ってるし、うんうん、まあ、何より彼そんな石を集めて放浪できるくらいの、まあ、お金持ちなんですよ。まあ石探すのにもお金がいりますからね。まあ、いるよね、うん。実は彼とある大企業の御曹司なんだけど、まあ、その企業の名前なんだと思う？いや知らん。知らん。デボンコーポレーションです。あの約4億年前の時代、デボン紀をね会社名使ってんのよ。マジか。まあ、デボン紀についての詳しい説明はね次の動画でしていきたいと思うんですが、まあ、何にせよデボン紀ファンの私としてはもう歓喜だよね。まあ、でもデボン紀って結構隠れファン多そうだよね。だよね、うん。まあ、魚がねこう大繁栄したり、初めて陸に上がった両生類が出てきたと思ったらまた大量絶滅したりと、なかなか盛りだくさんな時代なのでね、楽しみですね。あとちなみにそのデボンコーポレーションの本社に行くと、まあ、化石を復元してくれる研究室がちゃんとある。めっちゃいい企業じゃん。ね。という感じでね、もしかしたら他にも隠れ古生物要素があるかもしれませんが、私たちをワクワクさせ続けてくれるねポケモンはやっぱりすごいなっていう話でした。次回作でまた新たに化石ポケモンとか出るのかね。そうね、だから今まだ出てない古生物から化石ポケモン予想する回とかちょっとやってみようよ。勝手にね。それこそ研究者が考えた化石ポケモンとか面白そう。面白そう、ね、僕の考えた最強の。まあ、でとにかくポケモン化石博物館がもう楽しみで仕方ありません。あの、ぜひね行った方の感想とかもお聞きしたいので、うん、あったらぜひ。あとねカナダにも巡回お待ちしてます。でもさ、うん、あのちょっと引っかかるのが、うん、アノプスっていうポケモンは、はい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 、なんか約1億年前にいたらしいんだけど、なんかその他のポケモンとかと一緒か。そうだね、うん、なんだけどこのモデルのアノマロカリスって、はいはい、カンブリア紀にいたからだいたい5億年とか前だと思うんだよ。だし、いや思ったのがそのアノマロカリスって結構そのなんていう の, あの血岩っていう薄っぺらい泥でできた、だから泥がギュッてなった岩の間にこう基本平たく潰された状態で見つかるというか、なんかこう立体で見つかることほぼないと思うんだよね。そのアノプスを復元するため の, その爪の化石っていうのをなんか調べたんだけど、がっつり立体なのよ。確かにね。がっつり。確かに。で、まあそのまあそのなんでそんな薄く見つかるかっていうと、そのまあアノマロカリスの殻とかも多分そんなに硬くて分厚かったわけではないと思うから、多分この爪の化石はなんか別の動物の可能性なのではみたいな、他の動物なんじゃねみたいな。まあまあアノマロカリスのこの前についてるやつも最初はねエビじゃないかって言われてたから、だからまあアノプスはこのアノマロカリスではなく時間的にもう少し最近の節足動物かなんかの可能性はあるよね。でも昔エビポケモンだからね。そうか、エビだからね。そうだね。その古生物界で起きたことと逆なことが起きたのかなみたいな、ちょっとまあ知らんけどね。そう、知らんけどね。知らんけどちょっと考えてた。確かに。